私たちはあなたのためにここにいます。私たちはクリエイターです。私たちは非物質的な存在の十二次元の集合体であり、助けるためにここにいます。私たちは皆さんの進化を体験することをとても楽しみにしています。あなた方が眠っている間、私たちはアストラル界であなた方全員とたくさんのことをしています。私たちはあなたが本当の人間であることを知っており、あなたが夢の中で目覚め、両方の世界で最高の生活を始めることができることを知っています。今すぐこれを開始することも、2024年まで待つこともできます。次の日食または次の夏至まで待つこともできます。それはあなた次第です。そうすることが可能であると自分自身に納得できれば、あなたは今この瞬間に正しい無条件の愛の無限の存在として生き始めることができます。すべては自分の創造物であると認めることから始めることができれば、それが役に立ちます。なぜなら目の前にあるものはすべて自分の創造物であると認識すると、無条件の愛の状態にとどまりやすくなるからです。好きでも嫌いでも構いません。それを受け入れることも抵抗することもできます。そのままにすることも修正してみることもできます。それは完全にあなた次第ですが、自分がどうあるべきかは非常に重要なので、本当の自分と何者であるかにより完全に成長するために、自分自身に挑戦を与えることを楽しんでください。それが私たちがあなたがやっているのを見るのを楽しんでいることです。あなたがそこにいることで、ただ罰せられている、あるいは拷問され、投獄されているように見えるかもしれませんが、その経験を選択できるのはあなただけであることを忘れないでください。そしてあなたはあらゆる経験を力の場と熟練の場から選択します。あなたは罪悪感や恥を感じる場所から自分の経験を選択しません。あなたは自分が成長するためにやるべきことがそれほどたくさんあるとは考えていないため、これらすべての課題を自分自身に与えなければなりません。いいえ、その逆です。あなたはすでに自分がどれだけ光と愛の存在であるかを知っていますが、あなたはそれを知らないところからその存在へと成長することによってもたらされる動きを体験したいと思っています。そして私たちはそれをサポートし、あなたが誰であるかを思い出させるためにここにいます。あなたは本当に一歩一歩進んでいます。さて、これらのメッセージを十分に受信すると、それらのメッセージは私たちが今伝えていることとは全く異なることを伝える最初のプログラミングをオーバーライドします。そしてあなたは古い信念、古いシステム、物事の古いやり方を打破し、何か新しいもの、新鮮なもの、違うもの、より人生を肯定し力を与えるものを始めるためにそこにいます。そしてそれがあなたがしていることです。YouTube では YouTube 動画を作成する人をクリエイターと呼びます。それはその仕事をしているからです。あなたは何かを作成し、それを他の人と共有しています。そして他の人はそれに共鳴するか楽しむかどうかを選択できますが、それを作成したのはあなたです。あなたは何か再びあなたの現実全体を想像し、それについてどう思うか、それについてどのように感じるか、それがどのような影響を与えるかを決定します。そうすれば今すぐ初めて本当の自分の真実を生き共有することができます。もっとありのままの自分になりたい、もっと力を与えたいと願うすべての人にあなたを通して届くメッセージです。繰り返しになりますが、大きなイベントやカレンダー上の今がその時ですという瞬間を待つ必要はありません。
あなたは私たちの正体と、あなたの魂、あなたのハイヤーセルフ、ソースの正体を受け取りました。私たちは皆、あなたを励まし、あなたの素晴らしい成長体験を見届けるためにここにいます。私たちは創造主であり、あなたをとても愛しています。